はい、皆さん、こんにちは。オーガチャンネルです、えー。今日はパート2の1日5問の第23弾となります、えー。ポイント1とには変わりません。特にポイント1ね、疑問しに注意して聞いてみてください。とても大事です。でポイント3ですが、深疑問文とか、えー、否定疑問文は無視です、えー。これいつも言ってますが、深疑問文っていうのは、なんか SV があって、どんちゅうとかつきません、ね、最後ね。あんちとか。こういうのは無視で構いません。あとは、否定疑問文っていうのも同じですね。例えば、何とかしませんかっていう、ワンチュー。 なんとかっていうのは無視でいいです。イコールもう Will you と一緒なんです今度えなのでこういう否定形に惑わされないようにしてください。これを注意しながら、えー、ちょっとやってみましょうで。16番、前回の問題で音量を確認してください。Number 16:Do you have time to review some applications now?A:It has a great view.B:He bought it yesterday.C: I'm leaving in 15 minutes. Number 17. Does your manufacturing plant produce textiles? A. Oh, I didn't know that. B. Yes, that's our main industry. C. Over in the gardening section. Number 17 Does your manufacturing plant produce textiles? A Oh, I didn't know that. B Yes, that's our main industry. C Over in the gardening section Does your manufacturing plant produce textiles? Che textiles manufacturing plant? なかなか聞き取りにくいというか、慣れないですね。これは、マニファクションインプラントというのは、製造工場です。プラントは工場でいいでしょう。工場。なので、あなたの製造工場は、テクスタイル、つまり織物とか編み物ですね。を製造してますかと、作ってますかということです。で、テクスタイル、決めたように、織物とか編み物ですね。こんな感じで覚えておきましょう。で、ABC こう言ってましたね。A が、Oh, I didn't know that. 知りませんでした。違いますね。 B が Yes, that's our main industry. これは答えですね。えー、我々のメインの、まあ、主要な事業ですとか産業ですということですね。事業。こんな感じです。でした。答えが B ですね。で、引っかせちゃいけないのは C ですね。over in the gardening section. この gardening section というのは園芸コーナーとかって言うんですね。園芸セクションにありますよということですね。なので、この plant、工場というのと、この gardening というのが なんとなくこれ内容フェイクになってるんで、引っかかんないようにしてください。大丈夫ですか？それではじわじわ行きましょう。二回聞いていきます。Number eighteen. When does the bus leave?A. Eighteen dollars. b I believe you.C. In thirty minutes. では二回行きましょう。Number eighteen.

もちろん意味はいつバスが出ますかということです。で、ABC 超えてましたね。A が18ドルです。B が I believe you。C が in 30 minutes。なので答えが C になります。30分後に出ますよということです。この in っていうのは何とか後って意味です。これ前回と全く同じですが、前々回かな。何、えー、とか後の in ですね。ぜひ覚えておいてください。これは問いたい問題の一つでした。では、19番いきましょう。2回流します。Number 19 aren't we putting these books on sale next week a yes they'll be 40% off b no i booked a trip for this week c that's one of my favorite books number 19 aren't we putting these books on sale next week a yes they'll be 40% off b No, I booked a trip for this week. See, that's one of my favorite books. ということで、ちょっと長かったですね。超えてましたね。Aren't we putting these books on sale next week? この Aren't we っていうのが何とかしないんですかっていう意味です。これがさっきまさに言った否定疑問文になります。ただ、否定疑問文は無視でいいです。無視。何とかするんですかでいいでしょう、これは。で、put these books on sale っていうのは、これらの本を セールに出すということですね。来週セールに出しますかと。セール風にしますかってことですね。で、ABC を超えてましたね。A が Yes, there will be 40% off。これがまさに答えになりました。40% o f になりますよということですね。そして一応 BC 見ましょう。B が No, I booked a trip for this week. 今週の旅行を予約しました。このブックっていうのは動詞で予約するとい意味ですね。このブックと実はここのブックが被ってますね。音声フェイクですね、これが。そして C もですね、That's one of my favorite books. このブックとこのブックがかぶってるということですね。音がなので BC ともに音声フェイクになりました。音声フェイク。大丈夫でしたかこんな感じになりました。引っかかがないしてください。では、2 0間いきましょう。2時間いきます Number 20。When will the designs for the new airport be revealed?A.Turn right at the sign.B.There were no flight cancellations.C. sometime next spring. number 20. when will the designs for the new airport be revealed? a. turn right at the sign. b. there were no flight cancellations. c. sometime next spring. とということで今回ちょっと質問文が長かったですね。この質問文をちょっと皆さんに書いてほしいですね。えっ、ー、と、2回流します。なんで、紙とペン準備してください。えー、ない人は頭の中で何て言ったのかなって聞き取ってください。では、1回目流しますね。質問文だけです。2> Number 2 <20. S 3> When will the designs for the new airport be r e v e a l e d 回目いきましょう。Number、20. ということで、こう言ってましたね。これ、ポイントは、このビルっていうのとここの be revealed っていうのがセットになってますね。この間が主語ですね。この主語になっているものが新しい空港のデザインがいつ r e reveal っていうのを明らかにする。でもこの場合、B e 動詞ついてるんで、受け身形です。いつ明らかにされますかということですね。 ただ今回の問題に関しては、この when will が分かればいいでしょう。一応ね、この reveal っていうのが難しい単語なんで、ちょっとディクテーションしてもらいました。で、ABC 超えてましたね。A が turn right at the sign このサイン、標識のところで右に曲がってくださいねということですね。これデザインのサインとこのサインですね。このサインが被ってるんですけど、音声フェイクにまあ入るかなっていう感じです。で、B が There were no flight cancellations このフライトっていうのと、このエアポートが完璧にこれは内容フェイクになってますね。内容フェイク。これは答えじゃありません。そして C が答えです。sometime next spring。来年の春のいつかですということですね。sometime っていうのはいつかということです。いつか。そして sometimes。S がついたら時々ということですね。大丈夫ですか少し難しい語彙ありましたが、最初の3語でできる問題の一つでした。ではラスト21番頑張ってください。No.21 This theater can seat about a hundred people, can't it? A. Yes, at least that many. B. The performance schedule is online. C. A seat by the aisle, please. Number 21. This theater can seat about a hundred people, can't it? A. Yes, at least that many. B.、the performance schedule is online.。C.。a seat by the aisle please。ということでした。まずこう言ってましたね。this year なんとかなんとか about a hundred people can't i。この二つって結構聞き取りにくかったんですね。なんでここ一回だけ聞きましょう。number twenty one。this theater can seat about a hundred people can't it。 ということで、超えてましたね。can seat ですね。この seat が動詞として使われています。動詞では座る以外にも座らせる。つまり収容するという意味です。このシアターは収容できますよと。何人って言ったら100人。できますよねです。この can't it というのは深疑問文になります。なので無視してください。だから、この劇場は100人入れますよねっていう感じですね。そして ABC 超えてましたね。A が Yes, at least that many. 少なくともそのくらいです。なので A が答えになりました。で、BC がフェイクになってますね。B が The performance schedule is online。このパフォーマンス、上映のスケジュールはオンライン上にありますよということですね。この上映っていうのとこのシアダっていうのが内容フェイクになってますね。内容フェイク。そして C が A seat by the IO。IO っていうのは通路側です。通路側の、まあ、通路側に近い席をお願いします。このシートっていうのともちろんこのシートが被ってますね。これは音声フェイクになってます。 なんで最後は音声フェイクあり内容フェイクありという感じでした。大丈夫ですか少し難しい問題でしたね。では振り返りましょう。21番がこのシートがポイントでしたね。座らせるとか収容するという意味がありました。そして20番が結構難しいのがこの reveal っていうのが受動体で使われていたということです。19番は音声フェイクが2つありましたね。ただしこの arn は無視してください。否定疑問文,文は無視です。18番取ってほしい問題でした。そして17番は 少し難しいんですけど、このテクスタイルとかっていうのは難しいんですけど、それでも内容イクに引っかからなければできる問題でした。いかがでしたか、まあ、今回のポイントとしては、不可疑問とか否定疑問は無視ということでやってきましたので、これはぜひ、あのー、会話でもそうですね。会話でも結構そこまで気にしないですね。このワンチューとかドンチューとかっていうのは。なんで、それも活かしながら、トイックの問題だけじゃなくて、会話とかにつなげていってくれたらなというふうに思っています。それでは、また次回からもお願いします。小川チャンネルでした。失礼します。 最後までご視聴いただきありがとうございました。英語学習や留学のカウンセリング、英作文添削も行っています。ぜひホームページをご覧ください。